あっついわー、アイスないかなー。霊夢、アイスあるか？残念だったね。ここにはないよ。マジかよ。虫まんじゅうになっちまうぜ。そういえば、ウプ主はどこ？さあ、どこ行ったんだか。はあ、一人のうのうとクーラー聞いてるところにいたらぶん殴ろう。ただいま。噂をすれば、だね。ウプ主、殴らせろ。ご愁傷さま、ウプ主。いやーすまんすまん、まさかアイス買ってきてたなんて知らなかったから。殴る殴る詐欺とはこのことか。殴る前にスペカ発動してたしね。あ、そうそう、今回撮る動画は価値特別企画の動画だから、そこのところよろしく。はい、というわけで今回価値特別企画に出させていただくゲームはソニックワールドアドベンチャーです。というかいつの間に来てたの？パルシ。ははは、ついさっきさ。まったく、いつの間に来ていたんだか。あ、そうだ、ウプ主、パルシにもアイスあげなよ。はい、喜んでー。あらあら、勝手に上がり込んでしまったのにアイスもごちそうになって。いえいえ、私はそうめんでも食べてるので。でも正直なところを言えば？アイスが、食べたいです。こんなことなら箱のアイス買ってくればよかった。公開先に佇ってやつだぜ。さて、まずは私からだね。お手並み拝見させていただきます。見せてもらおうか。霊夢の饅頭としての性能とやらを。ちょっと買い物行ってくる。あ、行ってらっしゃい。なぜ AC で買い物に行くんでしょうか。きっと小島を戦死に行ったんだろ。あかん。小島はあかん。よし、やるぞ。ゴー。わーお、ここ綺麗だねー。そういえば海には行ってないよね。この頃、この頃というより、行ってないよね。中学生の頃からずっと。へぇ、ごめんなさい、行ってないんですね。まあ、私もですけど、海よりプールの方がいいなってね。と、確かに海は塩辛いし海水を飲んでしまうの嫌だしね。ただし、プールは有料だからお金を削る人は運営したりするのかな。そうなんじゃないかな。私はよくわかんないけど、お金かからないなら海の方がいいな。そういえば海は塩がある分体が浮きやすいんだって。へぇ、そうなんだ。ところでその塩っていうのはどこから出てるの？日本昔話ではなんか何でも出るなんかで塩が出続けて、それで塩が出てるって聞いたことはあるね。これ見てもの、ミルボン。でもそれって物理法則無視してるよね。まあ実際は魚から出てるんだろうがな。その塩は、そんなのを飲んだ日にはゾッとするね。無人島に上陸したよ。森だ、森を用意しろ。私はそれでも作るかな。私は、そうだ、骨を詰めろ。完全に良い子じゃないか。実際に骨を詰めって鬼で見せて食べてみたけど、危ない、あれだ、これの方が多いんだすれ。むわー、おや、落ちてしまったか。お霊夢よ、落ちてしまうとは情けない。ただいまー、アイス買ってきたよー。わーい、アイスだー。さっき食べたばかりでしょうが。そうだ、ゲーム、私にいい考えがある。なんだいマリサくん、ゲームオーバーになったらお前の分アイスはなしで。はぁ、あ、何言ってんだ、ふざけるな。いいね、それ、よし、冷凍庫にしまっておこう。またアイスへの道が遠のいてしまったな。倍速。おう、早い早い。倍速編集という名の手抜き編集である。あ、マジではない。これでも頑張って編集してるんだ。アイスが。という言い訳は NG。なんで言い訳してはいけないんですか。言い訳してもつきませんけどね。よし、ここからおめえ挽回じゃなくて、おめえ返上してみてますぜ。やっと進んだか。いやー、ライトダッシュは強敵でしたねー。おう、高い高い、高いところは苦手なんだぜ。おう、ここら辺のアングルもすごいねー。ソニーはドアコンにも残ってるよねー。こちらまでも7800円くらいするゲームだな。値段に見合ったゲームだな。ここから見せば。で、このソニックは個人的に他のソニックゲームより難しい印象があるんだよね。確かにね。でも初代よりかではないでしょ。今と初代を一緒にしては困るんだぜ。あればっかは難しすぎる。クリアはしたものの、あの頃はちっさかったな。うおー、海が、ソニックは泳げな。でー、今回のソニック1を泳げるようだね。またまた倍速。今回倍速多いね。これ以外にも取り上げたいゲームあるから、短めにしたいなってね。何のゲームを取り上げるの？ネタバレするのは嫌でしょ。だから、言わない。そんなことはどうでもいい。重要なことじゃない。今は夏、
というわけで、夏にちなんだ話でも。じゃあ私が一つ、怪談話でも。怖い、怖い話だー。これでゾッとして寒くなるぞー。寒い話だー。ダジャレでも言うのかなー。ハードル上げんといて。まあ、心して引くがいい。皆さんはクネクネという都市伝説をご存知ですか？クネクネ。確か白い正体不明の何かだったよね。ぬえーさーまー。やめたまえ、怖い話ができない。で、クネクネは主に水田に生息していてね。そのクネクネを見た者は、発狂してしまうらしいです。詳しく言うのであれば、クネクネを見てその姿を、その存在を理解した時に発狂するそうです。さあ、リホー。ふぅ、上陸上陸。あれ？ここからどうやって進むんだっけ？オーレイムよ、迷ってしまうのは情けない。あ、思い出した。こっちだ。多分こっちだ。お、どうやら正解のようだね。で、ウプ主全然喋ってないけど、うわどうしたの？なんかすっごく。この動画録画でそんなこと言ってる場合じゃない。それは今回この動画のよう一つの動画かい。だから動画ついてこれない。これは実際に教えてくれたエアリアンカーホームにのアプリでない。いやー編集作業って面白いよね。と、ウプ主は涼しげな顔でそう告げてみた。よっしゃー巻いてやったぜ。攻撃受けてばっかだったけどな。また海だー。ロケ班ではここでバネをべらしまくったな。カカカカ。そういえばこの前まで天気がすごかったよね。確かにこの前まで大雨だったね。洗濯物を外に干せなくて本当に残念だったよ。あの時は本当にすごかったね。あねまるでジェットコースターだぜ。のように雨が降り、風が吹いていたもんね。ロスの頃は難しかったね。あ、それをやった後にセカンドリーやった時の残念のしやすさと言ったら、本当に素晴らしかった。モンハンはポータブルが最高。トライでしょ。海ステージと新しい操作が追加されたのが良かったな。バカ野郎。モンハンは全部面白いだろうが。いやー、モンハン4楽しいですね。クック先生が復帰するからね。それはいいとして、カプコンさん、サード G の発売はまだですか？こんなところで叫んでも無意味だよ。ゴッドエイターにも発売も早くしてくれないかな。発売日いつだったかな。そんなことはどうでもいい。重要なことじゃない。今はこのゲームをクリアするチャンスだ。果たして、霊夢はこのゲームをクリアできるのか。それでは一気にカットします。え？じゃあ、本当に丸ごとカットしやがった。尺が足りないからね。仕方ないね。残念ながらホモは NG。という火山気が残り2の件について。ここでどんだけ落ちまくったんだよ。ああ、ああ、聞こえない。それより、実況だ。実況をしよう。あれ？今まで実況してたっけ？実況？なんだっけそれ。頭が、うわあ、釣り天井だー。いやー、間一髪でしたねー。おやおや。スライディングで行かないんですか？操作ミスだ。何か質問は？ありません。そういえばソニックってなんでこんなに速く走れるんだろうか。それはゲームだから。ゲームっていうのを除いて、もしソニックが現実にいて、おーこの速さで道路を走ったらどうなるか考えてみました。まず、ソニックはアニメで時速300キロ以上の速さで走っています。そして1回の跳躍だけで100メートル飛ぶことができます。普通に考えて、これほどの跳躍を持った生物はいないことがわかります。また押し間違えた。何やってんの？問題はここからです。まあまあ、このようなスピード、跳躍で道路を走ったら、それを見越してもミスだと、どうだすごいだろう。わぁ、すごいな、僕憧れちゃうな。跳躍スピードで足と体がさようなら、しかもスタートダッシュがトップスピードで出せるソニックは、そのトップスピードでスタートダッシュしたら周りのものが吹き飛びます。そしてその跳躍で地面にひびが入るでしょう。つまり、どういうこと？つまり、ソニックは生態的に現実には存在不可能っていうこと。まあ、あんな速さで動けるハリネズミなんて、いてたまるか。エネミーコントローラー、このコマンドによって。そんなものを開発できるソニーを、私は心から尊敬します。さっきのカメラアングルも良かったね。へぇ、残り1分だぜー。あれ？でも尺的にまだ。あ、そうだよ、メタ発言だよ。おのれ美形どー。大丈夫、霊夢。あ、あるし、霊夢の分のアイスは食べてあげるから。ふざけんなー。こうなったら意地でもクリアしてやる。と、
ちまえに霊夢は天に向かって叫ぶであろう。そう言ったら私たちはこう答えるね。だが無意味だ。なんだと、あ、ちょっと待ってくれ、やばいし、落ちる。アイスの剣はどうする？別にあげてやってもいいんじゃないかな。あ、やばい。仕方ないな。もう暗記数がいくじゃないですか。まあ、かわいそうだから、あげようか。それもサイラミスは許されない。霊夢。なんだ今リサ、今集中してるんだよ。いやさ、霊夢、さっきウプ主と話し合ったんだけどな。あーやばい、足場が、むわー、あー、うん。よかった、アイス没収されなくて。疲労回復には果物系の糖分がいいらしいですよ。わぁ、パルシさん物知りだねー。後半はゴッドイーターバーストになっています。ですが、弱の関係上に倍速でお送りします。息より抜粋、15分以内に動画を抑えるべし。でも 2GB の動画も上げれないんじゃなかったっけ？さあ、まあ今は15分以内に抑えようぜ。それにしても、倍速だと声がすごいね。おお、今回はハンニバルか看板モンスターだね。まあ、後半というよりこれはエンドロールみたいな感じですけどね。ヨウム、そんなところにいないで、こっち来なよ。え、いいの？いいよいいよ、こっちにおいで。わーい、やったー。だったら私も出ていいですよね。うお、またお前か。というか邪魔だぜ。画面端に行ってくれ。了解。そういえばウプ主、前の素材は使えないんじゃなかったの？いやね、社内だけは少し道場が変わるんだよ。まあ、前みたいに道場は変わらないけどね。いやー、私は優遇されてますねー。まあ、私たちはこの素材の方がいいから別にいいんだけどねー。それにしてもこの武器、白いよね。美しいね。中心は赤だね。あと関係ないけど海パンも赤色ですね。美しいね。盾も黄色だね。美しいね。その剣に対しては同意します。そういえば緑成分はどこですか？オラクルゲージで我慢しなさい。敵輪が壊れたね。ここからが本番だね。それにしてもこんなところで水着って虫焼きになるんじゃないか。そんなこと言ったらアリサさんはどうなるんだよ。ゴッドイーターだからなんともないんだよ。それだ。モンハンのハンターも火球に当たったり高圧力のハイドロポンプ食らっても言ってるしね。ハンターって、もしかしてゴッドイーターより強い？戦ってみないとわからないんじゃね？あ、重大なことに気がついた。どうした？回復アイテム買ってねー。なんで買ってないんですか？死んでも知りませんよ。いやー、なんで回復アイテムがないっていうのはね、アマテラスをそろかりしに行って、そしたらミルみたいな動画になってしまいました。ハンニバルさんのダブルソードレッドドラゴンだ。これジュエルマスターズじゃねえから、サナエがツッコミをした。だと、宇宙の法則が乱れる。ねえ、ウプ主、今日バーベキューしよう。甘えんな。そんなお金あるならプレステ2のコントローラーを買い直すためにお金使った方がな。大体お肉くらいいつでも食べれるでしょう。そのよだれは何ですか？ははは、夏ですし、またの機会にしましょうね。はい、で、もうそろそろ倒せそうじゃないか？尺のメメター発言をするゆっくりは、マッチが複製する、クライマスタースパーク。そして蘇生させます。私は、何を？霊夢、大丈夫だよ、何もなかった。そう、何も。はい、バーベキューセット買ってきたよ。オウプ主、気がつくね。いつの間に買ってきたんだい？ついさっき買ってきた。じゃあ今すぐやろう。はいはい。オウミークーダー、ユユコ様の分も残しておいてくださいね。お肉楽しみです。じゃあ、行こうか。終わりだ。手強い相手だったわね。肉は私のものだ。独り占めは許さん。あわわ、ユユコ様の分は残してくださいね。いっぱい買ってきたからたくさん食えるぞ。だったらいくら食ってもいいってことだよね。皆さん落ち着いて、とりあえず、いただきます。